谷茂げから1887年は、土佐藩士、春昇大使、日本の陸軍軍人、自由民権運動家。最終階級は、陸軍大佐。通称は、谷官兵衛。早昇隊、谷おついのしし、山地中七。中列左から、谷茂、げ谷立木、山田平左衛門、吉本平之助幸を。後列左から、片岡健吉、真鍋正清。 西山栄、北村茂より、別府被告老1843年、谷上助衛門の重政の着難に生まれる。明治母親の役では、土佐藩春招隊の四番招隊長として統制し、甲府、今市、合図と転戦し、数々の功を挙げた。1870年陸軍大佐になり、大阪賃代の参謀長に任せられる。 1874年佐賀の乱にあたり林雄造の拒兵計画の相談に対し政府の職にある小申しでを断った。乱の後ケイする。板垣大輔を助け立志社に入り、自由民権運動に停身し、1877年立志社の副社長に就任する。西南戦争では林雄造らの拒兵計画に賛同し、金国一年の刑に処せられた。 1881年10月、板垣大介が自由党を結成するや、その結成に尽力し、自由新聞の会計を司どり、1882年から1883年、板垣大介の外遊の不在中、自由党総理の職を移植され代行する。1886年三内科の家来となったが、翌1887年死去。谷家は大見和勢。 長我部氏の旧進で、土佐藩の上司の家柄。初代は、谷忠清氏の弟の谷上右衛門で、谷茂げは、土佐藩上司、谷上右衛門家の第11代目の着流当主。母親戦争の際、新正隊に共に加わった谷敵は、当園の親族にあたる。谷茂げは、谷上右衛門家の第4代目の谷家元の着男、谷重政の直系の五世今後である。 国下元の三小谷重藤は別家を起こし、新山の孫谷義の嫡男谷義縁が新三家の第四代目の当主を継いだ。さらに谷義縁の弟谷敬意が分家して一家を起こしたのが谷縦敵の父にあたる。谷縦敵は谷敬意の四男で三人の兄が相次いで養成したのでその後を継いだ。感情の後を継いだ養子の谷を継いのは 他に刺激の実定にあたる。ありがとうございます。